ラボーナです。はい、完成です。のらぼう菜入りパスタ。のらぼう菜入りパスタ、まあちょっとペペロンチーノみたいなもんなんですが、のらぼう菜
のらぼうなの野菜ってそんなに癖もなく、噛んだらちょっと甘いんですよね。だからちょっとパスタには合うと思います。美味しい野菜だってです。いただきます。うん、やっぱり美味しい。歯ごたえもいいし、これシャキ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 してとても美味しいです。こののらぼう菜の野菜って炒め物には合います。あとおひたしなんかにもいいかもしれません。この野菜あんまり売ってないんですよね、なぜか知らないですけど、まあ、こちらではですね。だから自分で作るしかないです。うん、美味しい。あと、まあ、自家製野菜、トマトは違いますが、シーザーをかけて、シーザーもね、アンチョビがあるんで自分で作れるんですが、また今度次回、今回はちょっと手を抜いて市販でいきました。いただきます。これ自家製野菜。うん、やっぱり取れたての野菜ってシャキシャキして美味しいんですよね。歯ごたえが最高です。いつも本当はパスタってこうズルズル言わせないで食べるんですけど、すいません、日本人なんで、日本なんでスプーンとフォークがいいんでしょうけど、あえて箸で。美味しいです。喋るの忘れるくらい。今から春になっていろんな山菜が採れます。それも楽しみです。あとパセリとか、バジル植えました。これで野菜を作って、なんか飾りでこうスパイスをこうかけたりして、これも本当あった方が美味しかったかもしれません。また作ります。今日はトマトジュースで乾杯。